I was out alone looking for love when you buzzed by and caught my eye. I had to get to know you, get to know you. I was surprised by your sweet southern charm. I wasted no time, had to make a move, so I got a little closer to you. はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのねゆるい動画の時間です。それで今日もねちょっと時間できたんでね、ゆるーく磨いていこうと思ってます。それは何を磨くと言ったら、後ろの、フォードエクスプローラースポーツトラックなんですけど、前回ね、前回の動画であのボンネットのシミをね、まあ、完璧ではないんですよ、隅の隅は取れてないんですけどね、取ったらねもうめっちゃ綺麗ですよ。めっちゃもう外に出しとってもめっちゃ綺麗くなってね。それでそしたらね、何が目立つかというと、このバンパーの汚いがね目立ち出したんですよ。これねもう最終的にやっぱり全部いかな、絶対ダメやなっていうような状況に追い込まれてるんですけどね、今日はとりあえずね、バンパーフロントバンパーをね、やりたいと思います。そしたらね多分ね、もうね、もう私の憶測から言ったらね、フロントバンパーやったらね、フェンダーがね、あの結局バンパーとボンネットが切れて、フェンダーがまたね、汚れがすっごい、あのシミが目立ってくると思うんですけど、もうね一部分今日はねバンパーするぐらいのね、時間はあるんでね、今からそれもね、あのプロが使ってるポリッシャー、あの、まあ、息子がプロなんですけど、それを使うんでなしに、あの料理のプロ、あのポリッシャー、もう本当ねホームセンターで売ってるポリッシャーでねやっていきたいと思います。それでちなみに前回の動画でごめんなさいね、あの私ね6500円で買いましたけど、それ大昔の値段であってね、今ね、料理のポリッシャーでも12,000〜13,000円、あのちょっとアマゾンとか楽天とかいろんなところでちょっと検索してみたんですけどね、まあ、12,000〜13,000円が主流かとは思います。そんなわけでね、今からね、この溶剤はね 3M の、まあ本当にそこらで売ってる溶剤と、それとポリッシャー、両備のポリッシャー、それでバフ布はあそこアッソルプロダクツさんで売ってる、安い800円かな、900円かな、700円かな、まあそこらぐらいのね、その3つを使ってね、今日もやっていきますので、興味のある方もない方も最後までお付き合いください。うーす。それでね、このね、あのバフがけ、これ、素人がやってるんですけどね、あのバフがけで私が気ぃつけてるのはこの角の部分行く時に、角ってね、あの塗装面がこう角って力が入るので、なんて言ったらいいかな、塗装が剥がれるっていうのなしに、もうガーッといったら薄くなってね、地肌が見えちゃったらね、これこそ磨いてて何してるかわからなくなるんでね、それでね塗装面をの角のところはね、皆さん気をつけてください。本当は初めはねやっぱり、プロのとかやった時のある方のね指導のもとをする方がいいと思います。私もね息子に、初め教えてもらいました。それと今回ね、あのボンネットもガンガン言ってますが、初めにこの塗装の塗膜が何ミリあるかっていうのをあの塗膜ゲージで測ってます。でこのねフォードトラックに関してはね、日本車よりはるかにね塗膜が厚いんでね、ガンガン磨いてもいけるっていうのを分かってからやってますのでね、そこら辺皆さん気をつけてやってください。I'm lucky I met you and I
ask for more than tonight. This way you must have fell from the sky. I feel so lucky I met you.私のポイントなんですけど、私はね、溶剤をちょこっとつけて、でそのまま昔はそのままビーンって言ってたんですけど、それやったらね、この溶剤がね、服にビチャ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 ってなってね、角度が例えばボンネットの角度だったらシューッと飛んできたりするんですよ。だから今溶剤をつけてから、ほんでこのバフ布でこう電源入れんと、ある程度なじませてからスイッチ入れて、やるようにやってます。その方がね、溶剤が飛び散りにくくてね、飛び散らなくて、服が汚れなくていいかなと思います。はい、それでね、左側だけね、めちゃくちゃね、もう肉眼ではね、すっごい綺麗になりました。それでやっぱりね、こう光を当てたり、違う光を当てたりしたらね、もう傷がめちゃくちゃ分かってね、磨きました。しかしね、今日思いました。息子がね、ポリッシャー貸してあげるよって言ってくれたんですけどね、両指のポリッシャーはね、やっぱりね、力が弱いみたいね、だから時間かかります。それとライトのくぼんだところとか、ポリッシャーのバフ自体がちょっと大きすぎてね、それで後で手磨きをしなく買ったらダメかなと。息子がね、ちっちゃいね、ポリッシャーあるんでそれ使いって言ってくれてるんですけどね、なんかね、多分それでしたら早いと思うんですけどね、やっぱりプロが仕事で使ってるのをね、こう素人おっちゃんが使うっていうのはね、ちょっとね、気が引けるっていうか、まあそんな感じでね、すんごいね、綺麗になりました。もう右と左で全然違います。それでね、今から残りの、下の部分と右の部分、そちらをね、やっていきます。Southern charm, I wasted no time, had to make a move, so I got a little closer to you. You were like a bee sting on a summer day, in the middle of July. I stopped to taste the honey, should have kept it running, maybe then I'd been alright. I had my heart open, cause I was hoping that you would be the one.
い、だいぶねこっち側は綺麗になりました。それでこっち側はね、まだね、右側は全然やってないんですけどね、左側はね、強い光を当てなかったらね結構いい感じ、強い光を当てたらね、まだまだ仕上げがいるんですけど、これね太陽光だったらもうね全然いけるかなと思います。はいね、次はねこちらでね、こちらはねスポンジなんですよ。スポンジでね最後のね仕上げいきまーす。Blow this post and get away. Play rows of cherry in mine. You wanna taste my sugar so damn sweet. Just like a starburst, fill up the cup of my mouth. I'll quench your thirst. Don't put your eyes in fantasizing about me and you. So pull me closer like there's nobody else in the room. Thank you.
はい、一応ね完成しました。いかがでしょうか。それでね、今回もね、あの息子の、あのプロが使ってるちょっと力の強い、こちら、こういう機械でなしに、今回もね両尾の、あのホームセンターで売ってる、機械を使いました。それでね、初めはあのアストロさんのこのバフ布、これもね、プロに言わせたらね、この傷取りができないと、多分これ限界やろなっていうような感じでした。本当にね、息子はもうたくさんのねバフ布とか溶剤持って、その車に合わせてねやってるけど、これではちょっとね、傷が取りにくいねっていうことでした。それで、今回傷を取るというより、表面のくすみを取ったっていうような感じです。そしたら黒色がね、新車の時の黒色がこうくすみが取れたの出てきた感じでね、めちゃくちゃね、綺麗です。それで、今回、仕上げに使ったのはこちら、スポンジです。このねスポンジ、これはねもう息子が使わないって言ってね、いうやつをちょっといただいてね、最後磨きました。前回のボンネットではこのね、最終の仕上げやってないんですよ。そしたらね、もう触った感じが全然違います。だからボンネットもまたこれをやらないかんかなと。それで、プロの目から見たら全然ダメじゃということです。けどね、まあおっちゃんの素人目から言ったらね、こちらでも十分かなと思ったので、本当ね、素人さんが入門するにはこの両尾のやつはね、このパフォーマンス的にも安いしね、いいかなと思いました。おお、びっくりした。電源入ってびっくりした。まあそんな感じでね、今日のおっちゃんの動画はね、このフォード、エクスプローラースポーツトラック、これをね、前回ボンネット磨いてバンパーがすっごく汚いが目だったんでね、今回バンパーを磨いてみました。それで、今回やって本当に良かったんですけどね、課題もできました。それは何かと言ったらね、ボンネット綺麗でしょ、バンパー綺麗でしょ、フェンダーのね、シミがねめちゃくちゃ目立つようになりました。っていうことはね、実際めちゃくちゃ綺麗になってるかなと、裏を返せばね、なってるかなとは思いました。それでね、次はね、またフェンダーをね、やっていきたいと思います。フェンダーをやったらね、今度絶対ドアがねまた白く見えちゃうんかなと思うんですけどね、まあこんな感じでね、この車はね、ほんと全体をね自分一人で、それもこの両尾ので、磨いていきたいと思います。それでこれが全部済んで、まあある程度ね、整って綺麗になった時点でね、今度プロの機械でね、その上からやったらどんだけ違うかとかね、まあそんな検証もね、やっていきたいと思います。それで今回ね、やりましたが、やっぱりね、息子プロが横についてのね、この溶剤もね、もうちょっとつけたら溶剤が焼けてるよとかね、まあそういう長いことずっとやってたらね、熱を持つんですよ。それは良くないとかね、まあそういうね、指導のもとにやりました。なのでね、もし自分でこういう磨きをやるときはね、本当に、誰かやってる方とかね、プロの方に1回目はねついてやってもらったらね、より綺麗になるかなと思いました。てなわけでね、今日のおっちゃんの動画いかがでしたか、いかがでしたでしょうか。もしよかったらね、グッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、これがどこまで綺麗になるかね、皆さん見守っていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。てなわけでね、今日の動画はここまで。良い一日をお過ごしください。さようなら。Oops.